ねえ、別れた日にやったことある？お酒の力もあって、飲み会で唐突にそんな話になった。5年くらい前、当時付き合っていた彼氏に突然振られた。理由はいろいろあったみたいだけど、性格の不一致が原因だった。突然すぎる。明日から他人なんて無理だよ。私、まだ好きだもん。最初から他人じゃん、俺たち。何それ。ほらね、全然ピンときてない。考え方が合わないって君も思ってるでしょ。うすうす気づいてたけど、そんな言い方ずるいでしょ。確かに最初から私たちは違っていた。何もかも。え、目玉焼きにソースかけるの？え、目玉焼きに醤油？最悪。明日雨だって。そう、いいじゃん雨。何の憂いもなく家でゴロゴロできる。確かに。考え方が違うところもあるから一緒にいて楽しい。考え方が違うからこそ一緒にいて補い合えるかもしれない。気に入らないところがあるんだったら言ってよ。私ちゃんと合わせるから。いや、合わせるとか合わせないとかじゃないんだよ。どうしてもやり直せないの？俺の中では終わってる。もう無理なんだろうなと思いつつ説得を重ねた。深夜まで空いているカフェに移動して、終電の時間は知っていたけど気づいていないふりをした。カフェも閉店する時間、タクシーで帰ることもできた。時間も時間だし、今日は帰ろうよ。やだ。やだって。あのさ、別れ話をされているのにこんなことを聞くなんて、変な女だと思われるかもしれない。でも、もう少し一緒に過ごせば、考え直してくれるかもしれない。いろんな可能性が頭をめぐり、気づいたら、口から出ていた。家行ってもいい？彼が何て答えたかは忘れてしまったけど、ダメとは言われなかった。別れ話をしている側は、お願いを断りづらいのかもしれない。気づいたらいつものようにお風呂と部屋着を借りていて、気づいたら私はいつものように彼のベッドに潜り込んでいた。さすがに今日は何もないだろうなと思って寝ようとしたとき、彼がこちらに向き直り、キスをした。一瞬の動揺。やっぱり戻れるのかもしれないという期待。どうする？そんな甘い考えは、彼の言葉によって少ししぼんだ。今までは許可なんて取らなかったのに。でも、最後までやったら、何か変わるかな？全然いいよ。これで戻れるかもしれない。これが最後になるかもしれない。そんなことを思いながらした夜は、いつもよりなんだか気持ちよくて。彼の体温も匂いも、もう忘れてしまったけど、最後の日のことだけは鮮明に覚えている。